はい、どうも、はじまきよしろです。はい、メグイン TV さんの件だね、今日話すのは。いやー、新しく始まるんか、いいなって思ったら結構闇が深そうっていうか、まあ深そうなんてレベルじゃないくらいの闇を話してらっしゃって、メグイン TV そんなやべえのって思って、まあ、ざっくり話すとっていうと俺が話すか分からんけど、ちょっと今スマブラを音なしでやります。スマブラ楽しいんで、スマブラのトレーニングでなんかのキャラをボコボコにするのを永遠しながら雑談しますけど、そんなひどいんかって思っちゃいましたね。なんか そんなにひどいって笑っちゃうくらいおかしいんですよ。まあ今回の件はまあね、メグイン TV 再構築だって言ってメグインさんが言ってるんですよ。その陰では結構いろんななんかやめさせて、それもメテオさんとファルコンさんまでやめてるっていう現実ですよね。でそれもなんかすごいなんか人として扱ってほしいとかファルコンさんが言ってるくらいですから、まあこれがね嘘であってほしいですよ。ドッキリにしてってやってほしいですよ。そしたら大成功だとは思うんですけど、まあなんかすげえファルコンさんも大好きな人に裏切られて泣きそうな感じですから、それでなんかすごいね職場も雰囲気も悪いみたいななんですけど、まあそれでクビになったと。でそれを察知してバンディさんは辞めたんじゃないかなっていう、でそれで数字かっさらっていこうみたいな感じでね、もうファルコンさんとバンディさんとかで協力してなんかやってほしいよね。チャンネル登録者数で面白いしね。ファルコンさんもなんか YouTuber 格闘大会みたいなのもやりたいしね、いいですよね。まあ、怪我とか怖いですけど、まあ、それとか面白そうだよね。 YouTuber で一番強いやつは誰だみたいなので、そこで柴田さんとかも出てほしいですけどね。めちゃくちゃ面白そうですよね、そんな企画は。そこでメグインさんボンボンにして、メグインさんが悪いのか分かんねえと思うんだよな。だメグインさんがそこまでなることが分かんないから、多分副社長とかなんか違うやつらがいけないんじゃないのかなって思うんですよね。それメグインさんがやっぱ悪いのかな、そんな悪い人なのかな、やっぱクズなのかな、クズだから口臭いんかな。俺もクズだからね口臭いんだろうけど、メグインさんほどそんなひどい人じゃないと思うんですけど、やっぱメグイン TV っていうのが俺が始めたんだから100万人は俺みたいなもんだろうみたい なんかそういう傲慢 なんか解釈をしてるらっしゃるのかな。でもそれでもそんなひどいことあるかっていうような現状らしいんですけど、まあ、これから始めるとしても、俺はメグインさん一人だけでピンでやっていくんだったら見ますけど、新人を入れてまたわちゃわちゃやるんだったらね、そのクビにしようがしまいと変わんないと思うんで、俺はメグインさんピンだったらたまに見るかもしれない。面白そうな動画だったらね、ピンだったら俺は見るし、でもピンでもなんかデベスさんとかもまたメグイン TV 完全復活版とかやってほしいよね。デベスさんとかも生活終わりそうじゃん、終わってんじゃん、あんな YouTube とかでやってさ、なんかもう復刻版メグイン TV みたいなのも始めてほしいよね。またメグイン TV リスタートしますみたいな感じでまたみんなと集めてさ、でももうそれはできないんだろうけどね、俺がそれやろうかな。めっちゃチャンネル登録者数大きくなって知名度大きくなって、そのメグイン TV 復活プロジェクトみたいなやりたいけど、でもやっぱその昔の頃がね、昔が良すぎるって、その PDR さんはディスってたけども、もうディスる気にならないくらいつまんなくなってるわけじゃないですか。おびっくりした、それってすごくない？もうメグイン TV、PDR さんがもうディスるディスらないとか、だって PDR さんがディスってんのって、まああれ感情の裏返しだと思うんで、まあ、ラファエルさんは違うと思うけど、まあその PDR さんはメグインさんのこと多分好きなんだよね。うん、でもでいじる人いないからメグインさんいじろうって、いじってて楽しいしって、いじろう、でももうそれもなくなっちゃったくらいひどいありさまで、それでなんかそのずっと変な方向見てますけど、その職場の雰囲気も悪かったらいい動画なんて作れるわけないんだよね。よくよく考えたらクソつまんないなとかずっと思ってましたけど、そのなんかそれもひどいよね。お前らは YouTuber じゃない社員だみたいな感じで誰かが言ってたりしたらしいんですよね。副社長なんかな、めぐみさんがそれを言うかっていうと分かんないけどね。すごいめぐみさんの顛末人生ですよね、なんか
マジモンの YouTube の闇だよね、今回の件は。まあ俺メグイン TV 大好きだし、一時期見てたのって俺メグイン TV が多分ダントツで時間長いんですよ。見てた時間で言うとやっぱりメグイン TV をずっと見てたし、あのメグイン TV のバカみたいに多い動画全部見ようとしてましたが、まあなんか2000本くらいでやめましたけど、うん、バカみたいに多い動画をずっと見ようとしてたりしてたんですけど、まあきついね、さすがに。そんな面白くないっていうのもあるしね、そんな面白い動画作れないからね。でも夢だよね、全部の動画いっぱい見ちゃうって。でもそれはできないんだよ、俺の動画でもできないと思う。みんな一本の動画見るのにもすごい苦労するでしょ。まあそもそも時間がアホみたいに長いのに、な、喋ってる割合が多くて半分だもんな。たまに喋ってる内容時間の1割くらいしかないじゃんみたいな。でそれも内容も薄いおしゃべりだから実質ゼロじゃんみたいな。ただ環境音を流してる動画じゃんってなりそうですけど、いやー、まあ今回の件はひどいよね。なんかめぐみ TV 大好きで最近ひどいなって思ったら、そういう感じでね、まあ、社員をいじめまがいみたいな窓際族みたいなことしてるんだったら、いい動画なんて撮れるわけないんだよな。まあ、万能家を見るかって言ったら見ないけど、うん、面白そうな動画ないじゃん、万能家。カジサックもないじゃん、天竺ネズミさん出てるけど、見ないじゃん、あんな人。でも YouTube 変わりますって、これがドッキリであってほしいですけどね、大型ドッキリでしたみたいになったら俺は嬉しいよ。それで裏切られたとかみんな言うかもしれんけど、これはマジでドッキリであってほしいんですよね。そういうね、メグイン実はクズドッキリっていうのを5年間くらいにわたってやるみたいな、実質それもただのクズじゃんってなっちゃうけど、もう今までの性格全部クズです、本当はめっちゃいい人ですみたいなさ、そんなよくわかんない大型ドッキリであってほしいよね。もう社員を人と思わないっていう、そのお前らは社員だからなっていうのもすごい悲しいですよね。ウーム社員のボンボン TV みたいなもんですかね。それも悲しいな。 YouTuber だもんな、 YouTube やってる時点で。 YouTube やったらみんな YouTuber なんだよ。 YouTube でこんなね感じでやったら全員 YouTuber なんだよ。それを YouTuber と呼ばれたくないか呼ばれたいかだけで変わると思うし、それも何言ってるか分かんないですけども、 YouTube やったらみんな YouTuber なんだよ、これだけはね。 YouTuber やったらもうお前らは全員 YouTuber だ。でも顔出さなかったら YouTuber じゃないかってやると、顔出さなくてもなんかね、その道を教えてくれたのがね、ラファエルさんですから、顔隠しても YouTuber なんだぜと。あれラファエルさん仮面つけてなかったらクソつまんないから、ほんとすごいよな。あんなクソつまんないおじさん見たことないもんな、見たことない。成金外吉おじさん、成金つまんないおじさんってやばいよね。ラファエルさん面白いこと言えないし、なんかすごいせっかちだし、成金だしね、え、その成金の悪いところがしっかりあって、いいところは金持ってるぐらいじゃん。なんもいいとこないな。仮面、やっぱ絶対あの人つけなきゃダメだよね。なんか、仮面つけたらブランディングでなんとかなるだろうじゃなくて、あの人が終わってるから単純に仮面つけてるって、めっちゃディスってるけど、あの人むちゃくちゃ終わってんじゃん。面白すぎだろ、あんな。あんな終わってる人見たことない。自分をめちゃくちゃ面白いやつと勘違いして、こんなクソみたいなことしてんじゃん。なんなんも怖いしな。なんも面白くないから。で、面白くない僕ずっとやるしな。最高だよな、あれは。マジで。これは下手したらアートとして語り継がれる。作品の領域ですよ、あのつまらなさは。でも、ラファエルさんが面白いのは、やっぱりサブチャンで一人で喋ってる時ですね。ジャン君と絡むとクソつまんないですよね。クソつまんないやつって、まず一般人って人間をいじっちゃダメなんですよ。人間いじるってね。芸人さんの、もうね、プロなんですよ。空手みたいなもんですよ。受け身が取れるじゃないけど、空手じゃないな、柔道か。みたいなもんなんで、その人をいじって笑かそうとするものを一般人、素人っていうか、まだ熟練者じゃない俺たちみたいな人間がね、極めてないような奴らがやっちゃいけないんですよ。そもそも。
語ってるようになるけど、ただのいじめになるからね。うん、それ受ける方も大事なんですよ。受ける方も面白い人で、やる方も面白いいじりをできて、それを面白く返したり、面白いいじりとして完結させる人が初めていじる権利があるみたいなのはありますから、っていうね、堅苦しい話になりますけど、堅苦しいわけじゃないけど、なんかすごい専門家的なこと言ってますけど、いやそんなの当然だろみたいなこと喋ってるんですけど、そういうことだと思ってて、それでなんかラファエルさんがやってるのって、なんか YouTuber ってこんなんでいいだろうじゃないけど、そういうすごい低俗なもんだよなって、俺はめっちゃディスってますよ。でもやっぱ一人だとね、寂しいからね、それはみんなね、一人じゃない方がいいんだろうね。うん、寂しいっていうか、俺はね、寂しいのそもそもしょうがないから、一人なの。引きこもりだし。で、あとなんか、面白いなって思わないと俺は組みたくないから、前もなんかコメント欄で組んでくださいって言われたけど、でもその素性がわからなすぎるし、でも組みたい人ってぶっちゃけいないんだよね。その組みたいが優先すれば、こいつと組んでもいいかなっていうのはあるんですけど、本当に心の底から組みたいっていうのはないんですよね、なんか。無理やり売れそうだからっていうか、そういうのでやろうとすれば、あ、こいついいかもなっていう同級生はいますけど、あ、こいつと本当に面白いことしていきたいんだってやつ一人もいないですから、むちゃくちゃ口悪いな。やってて楽しいなってやつもいるんですけどね。まあ俺口臭いっすからね、やっぱり。今マジで口臭いんだよな。すごい。あとすごい目痛いし、なんか多分目の中にバイ菌入ったし、あと病気でできものが首の後ろにできて、ちょっと心苦しいし、うわ、マジモンの心苦しいんだけど、まあメグイン TV さんはもう終わりですよと。オワコンだから、チャンネル登録解除する方はもともと解除してるんで、僕はその自慢とかじゃなくて、単純にもう面白くないんで元から解除してるんですけど、なんかひどいよな。めぐみさんが終わって再構築するとは言ってるけど、まあ、どうなのって話で。めぐみさんのネタっていうか、なんか、もうなんか、めぐみん TV はどこへって感じで、それだってモチベーションあるわけないじゃん。そんなね、もう自主退職させられるようなことが、マジで、ああしてこ、そういうことしてこようとしてんだな、こいつらっていうのが分かる職場で、面白い動画なんか作れるわけないと思うし、だから再構築してるって言うけど、これメグインが、なんか裏で手引いてるやつが悪いんかな。メグインってそんな悪い人なの？まあ、性格が良くないんだろうけど、まあ、勘違いしちゃってここまで来ちゃったってこんなのかもしれないな。40のおじさんが、でもね、でもやっぱ勘違いしないと始められないからな、 YouTube なんて。俺だって自分のこと面白いって勘違いしてるって、俺ガチで勘違いしてるからな。いやでも俺面白いもん、洗脳されてるもん自分に。いやでも面白いと思うんだよな俺は。さすがにそこそこ面白いんだけど、でもその才能問題とかのね、ツイッターで見て、才能問題っていうかね、才能が枯渇するだろう、なんだのっていうのを見てると、マジ腹立つんだよな、あれ見てると。俺もしかして才能枯渇しちゃうのっていつも思っちゃうんですけど、そりゃないだろうって言って、もう枯渇も何もないんですけど、才能なんで。ただ喋ることがめちゃくちゃ好きなだけで、才能枯渇とかの前に、まあ、まあめちゃくちゃ喋るの好きなのあるんですよね。だから家だからできない、一人暮らしできればいいけど、俺の喋ってる内容が一人で やらなきゃいけない上に、その俺のおしゃべりっていうのは余裕がないとダメなんですよ。ああ口臭いな。メロンソーダ飲もうかな。飲み物ないんだよな、もう家に。作ってこようかな。まあみんな待っててって言おうと思ったけど、めんどくせえ作んの。あ、まだあった。まあ今回の問題的には、まあ、メグイン TV どうなることやら、まあよくはならんよな。
まあこれからなんか元メグイン TV のグイン TV みたいなの作れないんじ作ればいいんじゃないの。グどうもグイン TV ですみたいな感じでさ、そのメグインさんを対抗するようにグイン TV とか作ればいい、グインチャンネルですみたいな感じでやってめっちゃ面白いことしてけばいいんじゃないの。でもなんかそれはみんながやめてるってことはだって明らかになんか面白くなくなってるじゃんみんな。それっていうのもそういうのも問題でつまんなくなったし、面白い動画も作れないし、動画の中でも面白くねこと言えないしの負の連鎖ですから。でメグインさんが何も言及しないっていうのがまた恐ろしいよね。だメグインが主犯の可能性もあるよね。マジで何も言ってなかったんだよ動画で、主犯で。でもそれを見てうざいとは思わない。それ2回目見たら気持ちは変わるかもしれないけど、まあメグインさんが主犯の可能性はありそうだよね。まあ、主犯とかちょっとよくわかんないですけど、まあ、まあちょっと悲しくなっちゃいますよね。もっとやっぱ YouTuber 仲良し恋しでやってほしいけど、あでも女のコンビとか絶対仲良し恋しやれないらしいですよ。女とかはマジでやばいらしいですよ。まあだってね、なんか解散した女コンビもありますしね、ブスって言ってね。ブスはしょうがないもんな。炎上したけど。ブスって言って、だからそういうブランディング作んなきゃいけないよね。みんなに、俺はこんなこと言ってもいいんだよ。だからみんなもこんな感じで言っていいんだよ、みたいな。うん、俺も言いたいこと言うからみんなも俺に言いたいこととか言ってねみたいな、そういう感じできれば最強なの。東海オンエアとか最強じゃん。個人チャンネルとか全然作っていい風潮じゃん。でもなんか水溜りボンドとか後輩とか個人チャンネル作っちゃいけない風潮あるじゃん、もし余裕ができてもさ。あんななんかさアホみたいにさ考え抜いてさ、本当に東海オンエアとなんかあれだよね、水溜りボンドって、ま、真逆だよね。あんなアホみたいに考え抜いて後輩編集しますみたいなこと言ってズコーってならない。いやそんなに切羽詰まんなくてもいいだろうっていうのはあるんだ。だからそれだけマジ真面目なんだろうな。マジで真面目でマジで努力家の二人だから、まあそこまで視聴者のこと考えてとかで、視聴者がクソだからなんかたまに P さんうざすぎじゃないみたいなこと言われてたりする。そうなるとすごいかわいそうだよね。どれだけ視聴者がクソかってことがわかるよね、それでビスってたやつは。でもそれいないと思うんで、全然コメントで見つからなかったから、なんか P さんクソだって言いたいんだけど、それをアンチのせいにしちゃえばいいのかっていう賢いアンチ、まあ、水溜りボンド見てるやつ全員ね、いや普通の YouTube スカイピース見てるやつらよりは賢いと思ってるんで、まあ、脳みそがあるですね、言い方としてはないんで。なんかやばい、スカイピースがないけど、まあ、レイターズもないか。スカイピースあるかって言われてもね、もうない。脳みそなさそうな YouTuber のファンっていう、またディスり方ですけど、まあ、まほどさんもないしな。レイターズもないでしょ。参考一もなさそうだし、ないな !YouTube 見てるやつ脳みそないな、大抵は。まあ、水溜りボンドでもね、脳みそ、脳みそあるやつは比較的多いんですよ。レイターズとかも絶対ないもんな。そんないじり方して俺は生きていけんのか、この先。いや、レイターズの方も脳みそないなんて、ずっといじってってるか、ディスってんじゃん。そういうダメなディスり方してんじゃん、ずーっと。まあ、バイオレットも当然ないだろうな、今見てる人は。まあ、アンチはそもそもアンチって呼べるほどすげえアンチはいないんだけどな、 YouTube にこれ見てるやつは脳みそないっていう。でもそんなこと言っちゃダメだと思いますけどね、よくよく考えたら。そんなこと言っちゃいけないと思いますで締めます。まあ、YouTube 僕大好きだし、メグイン TV さんめちゃくちゃ大好きなんですよ。でも最近見なくなっちゃったんで、俺メグイン TV さんとマホトさんしか見てなかったんで、そう、俺がライトユーザー期。ライトっていうかね、まだ俺がまあ自我が目覚めてない頃、ね、クーツっていうかね、人間人形だった頃、まだ俺は見て、なんかね、見てないとかじゃないんだけど、
なんだろう、まだメグウィンさんとかしか見てなかった頃はあるんですよね。で、圧倒的にメグウィンさんしか見てない方が多いんですよ。ずっとメグウィンさん見てきたんで、そういう人が終わってるのに俺はなんか普通にしていられるのって結構飽きが来たんだなっていうのはあるけど、単純に面白いもん作れなくなってるもんな。なんかその時代とともにとかじゃないんですよ。面白いもの作れてるか作れてないかって、やっぱね、面白いものってなんか結構アンサーとしてはね、好きなことやりゃいいんですよね。だってヒカキンさんだって見ようと思えば見れるんですけど、なんか見てないだけなんで、まあそのなんか見るような努力をすれば生き残れるんですけど、なんか見てない人多いですよね。俺もなんか見ないなって。ヒカキンさんの動画もなんか見ないです。いや、それより他のなんか ASMR のね、動画見たいの、生放送見たいの、 ASMR のね、なんか長めの動画の方が俺は見たいの。俺 ASMR 大好きだから。ハトムギさんの指耳かみて耳かき最高じゃないか。うん、指で耳かきってなんかもう字面で ASMR じゃんって思っちゃうよね。最高じゃないですか。そんなそっちの方が見たくなるじゃん。あと水溜りボンドね、水溜りボンド絶対見たし、今日のラファーはもう面白かったな。めちゃくちゃ面白かったな今日のラファーはあのいつもの死刑のノリもいいしなその負けた後は誰も死刑に言及しないっていうのもいいしな小学生みたいなノリで死刑みたいな、負けたら死刑意味わかんねえな。わかるけど、意味わかりますけどね。なんか強がってる人みたい。面白いなラバーチャンネル、今日のラバーチャンネルは面白かった。面白いからその全然編集しなかったのかじゃない、普通に単純に疲れてるからでしょ、あの人たち。 U フェスだし。いや、面白かった。っていうか、U フェスって言ったけど、Y フェス、フェスだからね。YouTube ファンフェスはもうほぼ U フェスですからね。ヒカルさん、ラファルさんも出てますけど、出てないですけど、あの人たち出なくていいからね、マジで。よくよく考えたらあの人出ない。嫌いじゃなくて、あの人たちはさ、動画だけでべしゃってればいいだけです。すごい雰囲気悪くなるじゃん。ウームクリエイターと絡んでも。で、水溜りボンドが対処してくれるだろうけど、それでなんか水溜りボンドが面白いこと言ってかっさらっていくんですよ。なんだこの二人偉そうなくせにつまんねえっていう、評価だけですし。よく考えたらあの人たち何も面白くないかな。でも俺ヒカルさん好きなんですけど、たまに見えるんですけど、なんか、俺はもうヒカルさんはいいかなって思っちゃった。ヒカルさん飽きたね。俺はもうマジでヒカルさん大好きだったんだけど。なんか俺そうだ、ヘキトラオーディションの時なんか あったんですよ。ヘキトラオーディションでなんかすごい動画で俺の手紙が出たんですけど、お母さんがなんかね、あのいろんあなたの YouTuber になんか支えられててね、ヘキトラハウスさんのおかげで踏ん張れてみたいなこと言ってたけど、全然踏ん張ってないんですよ。俺が踏ん張れた理由、石川紀之さんとヒカルさんなんで。俺はね、あと東海オンエアも面白かったな、その時期は。でも今も面白いんですよ、東海オンエア。よくよく見たらね、いや面白いじゃんって思っちゃうんですよ。それが腹立ちました。面白いのかよ、俺が見てないのにって。俺が飽きたのに面白いのかよって思って。単純なる飽きたってだけ。それ以外の要素が全くない。しっかりと面白さはなくなってるから、だからといって進化してるわけでもないんだろうけど、変わらないっていうその普遍性なんだろうね。ロックとは逆の普遍性なんですよね。走り続ける普遍性ではなく、普遍性だっけ、なんだっけ、普遍性、普遍なんだっけ、普遍性ってなんだよ、絶対違うじゃん。普遍性って普遍性って言葉あんの。普遍性、流れ星か、ロボの石か、流れ星か、
ロック普遍性で検索してみるか。普遍性ちゃうね。何回も間違えない。ロックと普遍性で出てくるか。ヒロドさんの出てこねー。ヒロトでやる。ヒロトさん大好き。例えば石のようにずっとその場にあり続ける普遍性と走り続けるっていうような動き続けてる普遍性。そうだね、それですよ。だから水溜りボンドって実はロックなんですよね。あれは進化し続けてる、走り続けてる、実はロックなんですよ。うん、そのだ東海オンエアってやってることはロックなんだけど、単純にそこにあり続ける普遍性なんで、だからロックじゃないといえばロックだけど、ロックなんですけどね。東海オンエアもやってることはロック、ロック、ロックンロールかって言われたら難しいな。だから水溜りボンドがロックンロールすぎるっていうか、その進化し続ける普遍性って、だからマジヒカキンさんタイプなんだよな。ヒカキンさんもなんか面白い動画いっぱい作り続けるしな。で、猫っていう最強コンテンツを手に入れて嬉しいですけどね。丸尾っていう名前はていうか、猫をおもちゃにしてんのかって言うけど、うるさって思わん、そう言ってるやつら。いいじゃん、可愛いんだから。おめえよりは可愛いんだよって。うん、でも俺全然ヒカキンさんの動画見ないな。好みじゃないってだけなんだよな。めちゃくちゃクオリティは高いんだろうけど、しっかりとプロ YouTuber をやってるんだろうけど、柴田さん俺絶対見ないからな。俺柴田さんやばいもんな、あの人。一時期俺すごい柴田さん好きだったんですけどね。でも今思うとなんでだろうって思ってます。ちょっと後悔してます。暗黒歴史です。でも腹立つんだよね。柴田好きだってのってお母さんに言われた時にマジブチ切れそうになりたい。いいだろ誰を好きになってもって、キモって思っちゃって。俺にまだ暴力を放棄してなかったらね、俺がまだ暴力を放棄してなかったら普通にぶん殴ってましたよ。俺はもう暴力を放棄してるんで、まあ殴りませんでしたけど、本当に暴力まだ俺が所持していたとなどすればね、ぶん殴ってましたね。うん、それくらい怒る。意外ってキモすぎだからな。なんか意外って、意外ってキモくないか、あれ。意外って言われたら腹立つよな。は？お前何がわかんだよって話じゃん。キモすぎだよな。一回死んでくれって。マジでね、すごい、切なく思うよね。そうじゃない？キモいじゃん。意外って言われても。黙れって話じゃん。すごい怒ってるよ。意外とか言われたくないよね。そんな人のこと勝手に決めつけないでほしいよねって俺もすごい決めつけてるんですけど。で無理なんだよな、俺は。その、一貫性はないんだよ、人間に。っていうことが分かりました。俺はなるべくそれのことを考えてる。そう言われたら嫌だなっていうのを直前で考えてるときはそうしないようにしますけど、考えてないときは俺は普通にそうします。意外ですねって言いますよ。全然何こいつ自分で言ってたのことルール破ってんだよ。自分のルール破ってるくせに、あすいません、ね、そのこと今考えてなかったんでって言い訳するんで。俺がね、もしそういう局面にね相対したときすごいかっこいい言葉いっぱい使うな、かっこよくないやつがめちゃくちゃヒゲするじゃん自分のことな。3回ほど死んだんかお前は。そんなによくわかんないです、ツッコミは。ツッコミよくわかんないです。千鳥さんのツッコミの言い方で、ノブさんじゃないな、大悟さんのツッコミの言い方だよな。でそれを言って、お前のなんだろうな、まだ未熟者のお前が言ってて、未熟者って自分で言っちゃうんだ。一応面白い人間としての自覚はあるんだね。まあおしゃべり人間だけどね。あー金欲しい、
金があったら何するかなんてね、無駄遣いだ。無駄遣いがやることないんだよ。金があったら無駄遣いしまくろうぜみんなで。俺はとにかくなんか任天堂の周辺機器いっぱい買って、あのお手頃じゃないけど結構5000円台のねエントリークラスイヤホンを買いまくって、あと高いイヤホン買いまくって、イヤホン俺好きなんですよね。いいんだよ、俺漠然とイヤホンが好きなんだよ。しっかりと根拠っていうか詳しくないってだけで漠然ではないんだけど、しっかりと俺イヤホン好きだっていうのはあるんだけど、イヤホンの知識が全然ない。でイヤホンの手入れとか全く分かってない。でも分かんなくていいと思うんですけどね。そういうまあ手抜きの趣味って言われたらね、うぜえなって、手抜きのコレクションって言われたらうざいなって思いますけど、まあおしゃべるすんのめっちゃ好きだな。うん、マジで好きだ。でも俺は全てが欲しいんですよ。めっちゃ可愛い女の子とそれ以外全部やっちゃダメなって言われたらそれは嫌なんですよ。全部が欲しいってわけじゃないんですけど、好きなことをそれくらい、俺はもうマジで超一級品っていうか超好きな趣味を持ってていっぱいね。だからどれか一つでも欠けることができないし、何かを手に入れるために放棄することもできないようないい趣味を僕は持ってるんですよ。趣味の良さっていうわけじゃないけど、いい、俺が好きな趣味を持ってんなっていうのはね、まあいろいろあってさ、やっぱ辛い時期とかあって、それで分かったのに、やっぱ人間好きなことしなきゃダメだって思っちゃって、やっぱね、好きなことしなきゃダメなんですよ。うん。生活の中にね、好きなことを取り入れなきゃダメなんですよ。これくらい俺はとんでもない辛い人生を待ってるんだろうな。嫌だな。辛いの嫌だな。まあ、今の生活っていうのは好きなことだけして、さらにあのお金に対する不安はまあ、あるっちゃあるけど、めちゃくちゃ不安があるわけじゃないと。めちゃくちゃ不安があるわけじゃなくて、さらに嫌なこともしなくていいっていう、そのライトユートピアみたいなね、軽めのユートピアみたいなもんじゃないですか。うん、まあ、ライトユートピアっていうのは、まあ、こういう生活でも嫌なことあるんですけど、ライトユートピアかよって思っちゃってね、マジですごかった、ね、ちょっとした理想郷じゃないけどさ、理想郷の完成手前、2歩手前か3歩手前くらいの理想郷さがあってすごいいいんですけどね。まあ、でもこの生活がずっと続けばいいとは思わないです俺は。いや、そのね、いや悪い方に行けって言ってるわけじゃなくて、より良い生活はある、最強の生活はまだあるけど、でも一人暮らしはなんか嫌だな、寂しいから。誰かいてほしいな、普通に。面白いやつを仲間にしようかな。仲間にしようって、なんか、ワンピースの見すぎだよ、本当に。そんな見てないんだけど、見すぎだよと言う割には見てないんですけど、面白いやつ仲間にしたいな、とか、キモいな、なんか。まあ、友達欲しいね。ハウスシェアしてや。ハウスシェア!ルームシェアか。親友できねえかな。めちゃくちゃいい親友できねえかな。だん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 、今日めっちゃ喋るよ俺 YouTube 大好きだからね。喋ることは思うことはいっぱいあるよね、今回の件まだ話してたのかよって思うけど、めぐみさん大好きだからさ、なんかまた面白いめぐみさん見たいよな。そのファルコンメテオを切ったから面白いことできんならいいけど、できないんだったらマジ論外だと思う。うん。そのメグインさんだけができて、なんかメグイン TV ラボの強化版みたいなノリでやってくれるんだったら、まあちょっとは期待できるかなとは思うけど、それでなんか新人とか出すようだったら、まあ出そうですけど、マジなんか嫌だなーっていう新人しかいないですけどね。まあ見て決めますけど、まあ見ないかな。マッシュくんがいるだけでも俺すごい吐き気っていうかさ、マッシュくんがいるだけでも俺は結構きついのになって思ってて、そんな仲間なのに何を思ってんの、ワンピース見てないのってワンピースネタでそのなんか笑い取ろうとするのやめてください。なんだろうって、会社ってそういうもんじゃないじゃんっていう、古いよね、古い会社なんだろうね、考え方が古いんだろうな。まあ、そら時代に取り残されるわなって。でも、まほどさんにもそんな影響力あるんだと思ってるな。その100万人いっちゃうような。
悲しいよね。俺はそういうのにならないようにしようって反面教師ですけどね。今も親なめっちゃ仲悪いしな、険悪な雰囲気だし、最悪だわ本当に。また辛いことが始まりそうな予感ですけど、辛いことが長引きそうな、連鎖しそうな予感ですけど、まあスマブラ楽しいからいいかなってって思って乗り切るようにしてます。いやー、めぐん TV 解散で、まあめぐいさんが何も言ってないのはめっちゃ怖いですけどね、あの動画で、新しい動画で。でも何もかも変えちゃってるのがダメだよね。めぐん TV のあのアイコンまで変えちゃってるのってすごい悲しいよね。だからそのあれだったのかな、あの甘く煮豆がついたアイスクリームとかいうのも、あれも一つ一つのもうメグイン TV は終わったっていうサインなのかもな。そういうヘルプサインじゃないけど、そういうサインだったのかもしれない。それなのに僕たちはメテオさんやファルゴンさんたちをディス、すごい叩いてしまったってことにはマジ責任を持ってほしい。でもそんな仲悪いなんて思わないじゃんって思うけどね。いや、一回やったんですよ、メグインさん、なんかバンディさんが、あ、これ、あれです、いきなりステーキのなんか、ステーキですってやったとき、すーごいなんかね、でけえ態度だったんだよね、メグインさん。すごい偉そうにしてて、そのとき、ん?って思っちゃったんだけど、まあ、やっぱそうだったかと。なんなんだろうな。普通にダメだと思うんだけどな。そういうことしちゃう。ファルコンさん、メテオさんって結構すごい戦士ですよ。お、面白い人たちなんだけど、それをクビにさせるってやっぱどうかしてんだろうな。デベソさんもマジで終わってるしな。なんか悲しくなっちゃうよね。でもデベソさん、メグイン TV にいた時めちゃくちゃ面白かったのにな、あれは。まあ、昔が良すぎたっていうのはあるけど、才能が枯渇してしまったってやつか。恐ろしいよね、めぐみ TV は。ほんと面白い時は面白かったのに。まほどさんもね、他にやることいっぱいあるからね、悲しいな。もっと YouTube も本気でやってほしいな。そろそろ本気出してもいいんじゃないのかな。なんか貝割れハンマーとして活動する時だけ喉使えなくなってほしいな。でもその分使えなくなった分、めちゃくちゃ動画ではその大きな声出したり面白くリアクションできちゃうみたいになってほしいな。一生分稼いだらなんかもう YouTube だけやってほしいな。俺も会話でハンマーなんか早急に崩してほしい。だって俺めぐいや、もうそろそろまほどさんの本気の動画見たくない。なんか最近もなんかひどいじゃん、パターンはあるじゃん。何か枠組みが何個かあって、その中でやっていくって感じのものが多いじゃん。ガチの本気でまほどさん活動してほしいよね。うん、それも見てみたいな。なんかない、ないかな。なんか貝割れハンマーっていう名前とか、ことごとく芸名っていうか、あのアーティスト名みたいな、コンビ名みたいのを誰かに商標登録されて使わなくなってほしいな。意味がさんはあんま好きじゃないんだよ、普通に。とか言いつつ、なんか意味がさんの何かにリポ送ってたけど、変わるんだよな人は。いい方向に変わってほしいんだけどな。だその選択がめちゃくちゃ全部うまくいってんのが水溜りボンドだと思うんですよ。水溜りボンドはめちゃくちゃ運いいのかもな。まあ、トミーさんの運とカンタさんの才能と努力っていう、まあ、最強のコンビみたいなところもあるのかもな。今日のも面白かったもんな、スマホ探すって。いや、面白いやつは何やっても面白いんだな。面白いやつが考えたことって本当に面白いんだな。もう水溜りボンドめちゃくちゃ面白いね。ラファエルさんはさ、おもんないなトミーって言ってたから、まあまあつまんないやつはな、つまんないって言うんでね、もののこと。つまんないやつは面白いことわからないんでね。
面白いと認識する脳がないんですよ、あいつら。つまんない奴ら。でも俺も悔しいのありますけどね、モノマネとか笑って、あれで笑いたくないっていうのあるんですよ。でも面白いですけどね、モノマネとかさ、川口仁さんとかブライアンさんがモノマネしたら面白いじゃん。でムカつくんだよな、あれで笑いたくないんだよな、面白いのに。面白いけど、あれを見たくないんだよ、面白いから。ムカつくんだよ、モノマネで俺を終わらせやがってって思うんですよ、俺は。俺モノマネ嫌いなんですよね、うん。まあ俺がモノマネできないのもあるけど、でも俺川口仁さんのモノマネ好きだよ。俺川口仁さんめっちゃ好きだからな、うん、大ファンだからな。めっちゃ好きやねん。いや、そっちの好きなんだ。川口仁さん好きだからな。あー、空中下攻撃楽しい。キングクルールのプリンをボコボコにしてるんです今。楽しい、めちゃくちゃ楽しいゲームじゃんこれ。そんなゲームじゃねえや。プリンを空中下攻撃をで遊ぶゲームじゃねえや。バッマン、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 すごい喋るね。やっぱ YouTube のことになったら僕は熱いんでね、大好きだもん俺 YouTube 見るのもやるのも。だからさ、まあ悲しいよね。まあすごい面白いアントがあったのよ、ファルコンさんのね。あれだけ、いや面白いじゃんって思ってね。 YouTuber で誰が一番強いんだって、 YouTuber 頂上決戦とかさ、頂上対戦とか面白そうだけどね。それ面白いこと言ってんなって思って見てみたいしね。絶対みんな怪我するしね。すごいなんか1回、第1回、第2回とか最悪な雰囲気になって終わりそうだよね。それも見てみたいしな。最悪な雰囲気になる YouTuber もめちゃくちゃ放送事故で起きそうだしな。普通になんかね、生放送でやっちゃいけないよね。まあ、プロがやるから面白いっていうのもあるけどね。そりゃうるさって思います。プロすげえでいいじゃん、そんな。そんなね、プロと比べんのがおかしいんだよ。なんでお前を比べようとしてんだよ。キモって思わん？思わんってキモいな。すーごい、としみつさんみたいじゃん。そんなん使うなよみたいな言葉使うじゃん、としみつさんって。それ聞くたびに気持ち悪いなって思っちゃうんですけど。あるじゃん、それ、思わんとかさ。気持ち悪くないあれ。掃除でキモすぎるな、あれ。あ、口悪いな、俺。まあ、気持ち悪い言葉っていっぱいありますからね。気持ちいい言葉がありますから。面白い言葉って意味でね。イエーイ、プリンメテオアタック。楽しい。これできんのかな？ CP の動きレベル3。わーわー、2個もいるよ。CP っすか。でるるるでるるるでるるるるでん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 パンパンス。パンパース。パンパース。肌勧誘。うい。Say ho, was it in the dance? Did it work in the dance? Put it up. めっちゃフェイント入れてくるプリンが。あ、倒した。普通にスマッシュ攻撃で倒した。あ、復帰できない。そっちじゃねえよ、アホ。やめろ。イエーイ。こうか。痛い。下メテオマン。下メテオマン。
うぃ、下めてよ、まあ。はい、しゃべろ。しゃべるか。ちょっと楽しすぎる。スマブラ楽しすぎる。あー。スマブラ楽しいでゴンスな。おい、アホ。なんでアホって言うの？ひどいな。おい、楽しいよ。スマブラ楽しいよ。スマブラ楽しすぎて楽しくなっちゃう。おい。はい、おいおいおい、しかも俺ゲーム実況ほんと見てないな。まあいいや。あー、まあ YouTube ダメだな。なんか俺 YouTube、 はじめ社長の畑とか全然見てねえな。あれ面白くないな、あんまり。なんかあのうるさいやつが入ってから絶対見なくなるよね。絶対そんなやつ入れんなよってやついるじゃん、一人。いや、そのなんかちょっとしたなんか陰キャの集団って悪いやつがいるけど、ネクラな集団が集まって明るいことするのが面白いのにさ、なんかすげえうるせえやついんじゃん。ネクラだろうけど、絶対入れんなよってやつが入ってんじゃん。あれダメじゃん。あんなやつ絶対入れちゃいけないのにやつ入ってんじゃん。俺だったら、俺がはじめ社長の畑だったら絶対入れないけどね、あんなやつ。でもさ、入れちゃったらさ、クビできないじゃん。でももうみんなメグイン TV 見てから普通にクビするようになるのかな。お前、このチャンネルの雰囲気と合わないからクビなって、はじめ社長言うようになってくれんのかな。それはそれで嬉しいけどね。あの人、早く、あの人だけのなんか地獄の個人チャンネルを永遠にやらせてほしいわ。もう、ほんと口悪いな、俺。鼻かゆいしな。へいでそう。まあなんか悪口いっぱいありますよね、 YouTube の。俺はね、まあ、ヒカルさんのカルピンに関してはね、反対でもなんでもないんだよな。マジ無関心なんだよな。ヒカルさんのカルピン勝手にやったらいいんじゃないですかねみたいな感じだな。俺は何もしませんけどねって、曲も聴きませんけどねって、その反対することはなんか意味わかんないじゃん。そんな勝手にやればいいんじゃないですかって感じだよ、俺は。いや、そんなすごい上から目線だけどさ。バッマーン、バッマーン、まあ、そもそも音楽の好みが違うってのもあるけど、カジサック見るかって言われても見ないよな。なんかカジサックで見たことないな。ああ、この動画見たことあるってのは一つもないな。さっき天竺ネズミさん出てたから見たけど、絶対面白くないしな。天竺ネズミさんは面白いけど、なんかあれも面白かったの。天竺ネズミさんのなんかジャルジャルと国名は結構の動画もすごいきつかった。あれ見んの時間ボケしてくんのめちゃくちゃ長くするボケきついな。体にめっちゃ負荷かかるしな。絶対体はストレス覚えてるよ、脳みそが。同じものを見せられたら多分とんでもないストレスかかってんだろうな、脳みそには。マジね、普通の人が見たらあれ拷問の一種だ。全然俺でも拷問成立するよ。天竺ネズミさん好きでもあれは拷問成立するよ。漫才でさ、39ですよね、40ですね、41、42、43ってやってんのさ面白いけどさドネシア、ドネシア、ドネシア、ドネシアみたいな、ドネシアだっけ、ずーっと言ったらドネシア、ドネシアって、まあ、ネタバレだけど、まあ、すごい大きなネタバレがあるんで言わないですけど、まあね、ドネシア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 ってずっと言ってんの。あれもうほんと拷問の一種だもんな。怖すぎだな。よくあんなことやろうと思ったな、あの人。怖すぎだよ。
まあ、ツイッター見んのやめようかな。もうツイッタークソだしな。楽しいけど、楽しいけどツイッターってクソなんですよ。あれ見てるとなんか嫌な気持ちになるからな、ツイッター。いやー見よう。石さんが描くのは最高だけど、石さんの絵は、絵師、神絵師の絵はエロい絵ばっかありますけど、俺エロい絵保存しすぎてあれなんですよ。あのブックマークの保存のやつが消えたんですよ、昔のやつが。エロい絵保存しすぎてちょっと笑っちゃいました。それどんだけお前保存するんだよ。エロい、それも一番最初のなんかお茶子ちゃんがゼログラビティ使ってるやつとか、なんか透明な個性持ってるこのなんかすごいエロい絵みたいなのあったんですよ。うん、それなくなってますから、うわきついって思っちゃいました。お茶子ちゃんのね、すごい、あ、可愛いなーっていう絵あったんですけど、あとその透明なこの可愛い絵ね、うん、透明ななんかこういるじゃん、個性透明、うん、そのなんか絵なくなっちゃったしな。ムカつく、そのゼログラビティを使ってるやつね、彼氏か誰かに。めちゃくちゃエロいな。僕のヒーローアカデミアの女子キャラめっちゃ良くないか、悪役のなんか戸賀姫子だっけ、めっちゃ最高じゃねえかってキャラいっぱい作ってるよな。それだけ見るために見るのも価値はあるよな。キャラが多いからな。ワンピースもいいけどキャラがねめちゃ多いんですよ。魅力あるキャラがすごいわ。女の子見るためだけに見てもらいいいと思ってます。うん、それだけでいいんじゃないかな。ワンピースめっちゃ面白いけど救済だし、絶対小田先生に何かあったよな。救済ペースが一周早いんですよ、小田先生。それが単純に正月近いから休みたいなと思って休んだか知らんけど、でもそんなことしないんですよね。絶対合併号の前だったらね、それか合併号後に休むのはみんなの体に負担が強すぎるじゃん。正月から見れないんすかってなっちゃうのはもうみんな普通に死んじゃうじゃん。だからそのためにも一周早くしてくれたのかもしれないっていうのもあるよね。あとそれが普通に体調不良、うん、体調不良で休むわってなったか、その合併後後に休まれた時の絶望感半端なくね。そんなコンボ決められた時にはマジでね、ワンピースファンでマジでね病む人増えるよ。そのコンボはきついでしょ。だってそれなんか前されたことあったっけな。いやされてはないんだよ。そんなこと小田先生はしないし、それをなる可能性を危惧して多分一周早く休んだと思います。それはすごいナイスアイディアだと思う。そんなことされたら本当に俺はでも泣いちゃうんで、マジ泣きします。本当にキングダムもねいいしね。いやキングダム全然進まねえな、うん、でも進むときは進んでるようでめっちゃ進んでるんだけどな。キングダムもっと読みたいな。なんかもうすごい技術、漫画家さんとかさ一日にできる時間を増やしてくれねえかな。漫画家さんの時間だけ1日240時間してほしいな。なんか10倍240時間だったら10日だよね。だから1日分だけ頑張って、1日分いつもの1日分を頑張って、で他めっちゃ休んで毎日やってほしいよね。いつもやってるペースでこの時間終わらすんで、それいつもの漫画1週分を毎日出す感じで、終わったーってなって、であとめちゃくちゃゲームするなり新しいアニメの案書くなり、その漫画書くなりでもいいんですけど、やってほしいですよね。毎日読みたいもん、ワンピース。キングダムも7つの大罪も毎日読みたいから、マジで時間歪めさせてほしい。誰かなんか魔法でどうにかなんねえかな。時間の進み具合変えてほしいな、漫画家だけ。その、漫画家だけとか、YouTuber はそんなこと、あと誰だろうな。苦労してそうな人たち。YouTuber もか、うん、YouTuber 普通に休む時間として使ってほしい。だからその具体的に何時間一日が長くなるかは具体的に言わないでほしい。それ言ったらクソみたいなファンがさ、いや、お前
ふざけんなよって。240時間あるんだったら216時間くらい、もう9日分くらい漫画描いてるみたいなことで鬼畜がいるかもしれないんで。でも普通に体の時間流れは一緒なんで、普通に8時間くらい睡眠とっていいと思うんですよ。8時間しっかり睡眠とってめちゃくちゃ漫画描けるっていうような生活をし、でめっちゃ休んで、じゃあめっちゃ休んでも5週分くらい描けますから1日で。それ毎日できるんですよ。きついか5週は。さすがによくよく考えたらな、俺何考えてたんだろうな。うん、だからマジで、じゃあ1日10時間か、うん、10日、あれどれくらいのペースで書いてるのかな、1週間なのかな、6日くらいのペースで書いてるのかな漫画家さんって。いや1週間か。じゃあ1週間分を毎日見たいな俺は。うん、毎日見たい。でも1日8時間寝ちゃっていいから小田先生も。うん、で寿命はなくならないっていうね。その漫画が終わって自分のやり、そのなんかね、そういうのあってほしいね。みんななんかスペックみたいな、スペックっていうのはあっちの方じゃないですよ、バキの方のスペックね。スペックみたいにやり遂げたらみんな老けて死んでほしいよ。荒木さんもジョジョ終わったらめっちゃすげえ速度で老けて死ぬんだろうな。で桜井さんは多分カービィのエアライドとか作ったらすげえ老けて死ぬんだろうな。でも多分なんかね、あのおじさんなのに老けてない人ってね、めっちゃ楽しいからだと思うな。仕事がめっちゃ楽しすぎて老けてないんでしょ絶対に、あの人たち。絶対楽しそうだしな。あんまり老けてない人多分楽しいんだろうな、仕事が楽しくやってんだろうな。でもアーティストが人間性もいいとは限らないとは言うけどさ、まあアーティストというのかどうかっていうのは難しいですけど、 YouTuber を、まあ、言ってはいけない風潮はあるとは思うんですけど、いやでも俺はアーティストだと思うな。 YouTuber はめちゃくちゃ面白い動画作ってくれたし、メグミンさんは、メグミンさん大好きだからアーティストとしても言ってもいいよな。全然水溜りボンドなんてすげえもん。俺は面白いものを作ってる時点でそれはアーティストだと思うんだよな。いいもの作ってる時点で、それをなんか YouTuber だからアーティストじゃない、 YouTuber だみたいなもんなんか違うと思うし、そんなアーティスト、まあ、芸術家っていうかもうそんな大層なもんだけどな、大層な人までいけば。うーん、でもいいと思うんですけどね俺は。まあすごいもんな水溜りボンド。本当に2人とも30歳くらいで死にそうだな、頑張りすぎで。俺黒色好きだからキングクルール黒使おうっていうね、どうでもいい報告ね。クッパ何色使おうかな。 CP レベル5だな。髪の毛紫クッパ使おう。デルグ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 デって普通に。YouTube 楽しいな、喋んの楽しいな。やっぱ今日やっぱ YouTube のこととスマブラやりながらなんでめっちゃ話すの長いですけど、メグミン TV 大好きだから、まあ、復刻してほしいな。復活メグミン TV マジでめっちゃ好きだから俺はさ、復活してほしいんだ。まあ面白くなってくれればいいんですけど、それでいろんなね社員とかクビにしておいて面白いものが作れないようじゃ、まあそれをいつの日か面白いもの作れるんだったらいいですけどね。まだ、でもそういう言い訳はしそうだけどね。面白いもんって最初大体面白いからね。最初面白くなりそうな面影はあるんですよね、多分。適当なこと言ってますけど。
絶対面白くなるもんって面白くなりそうな面影はあると思うんですよ。なかったら俺絶対面白くねえしな、新人社員みたいな人も。その社員として YouTube やっていくわけでしょ。そこから変えていかないとさ、変わんないってことでしょ。それでも一応やってみるって人なわけでしょ。社員としてじゃなくて社員兼 YouTuber というよりもほぼ YouTuber みたいな感じでやっちゃっていいよ、調子乗っちゃっていいよみたいな、うん、そういう感じでやればいいのにな。なんか PDR さんもよくよく考えるとつまんないもんな。なんかわざとそんな幼稚な感じで言ってんのかなっていうのはあるよね。演技クソ下手だしさ、わざとそういう演技なのか、それか病みすぎてそうおかしくなったのかなのはあるよね。動画投稿をするためになんかエネルギーあんま使ってないのかな。ふざけた演技しかしてないもんな、あの人。今回のネオちゃんだってさ、いや、くそつまんなみたいな演技じゃん。ネオちゃんがどうたらこうたらでいつもなんかミッキーに洗脳されてみたいな。くそつまんなくないか。自分でも気づかないか、いろんな人のことをそのままくそつまんないって言っておいて、気づかないのか、あんたは。っていうのはある。なんか YouTuber ディスるかみたいじゃん。水溜りボンド最高っていうか、最高っていうか好みな問題なんだけどね。 PDR さんは俺の好みなはずなんだけど、単純にクオリティが低いだけだからな。あれはクオリティは高くしようとしてすりゃできるけど、そうするとまあ1ヶ月のね、あの休みをいただくことになる、1本につき。だから大変なんでしょうね。そもそも収益がつかないんだよ、 PDR さんがやるさ。収益つかないってきついな、なんか。でも俺は YouTube プレミアム入っちゃってんの、まあ、PDR さんは入んないらしいけど、俺切羽詰まってねえしね、うん、俺全然金なかったら絶対入んねえもん YouTube プレミアム。今親の金だから入ってるって感じかな、うん、言い方悪いけど、うん、マジでいろんなもの2円くらいになるし。いやー、その任天堂スイッチプロコン高くね、何あれ、7500円、7500?6円くらい、むちゃくちゃじゃないか。そんな意地悪すんなよ。なんでプロコン高いの？すごい声高くなったけど、その、なんか、マックのポテトとこう、あの、飲み物は高いですよ、東方じゃないけどさ、あんの、そういう、これで儲けてますせ、うちは、みたいな、へえ、出た。これで儲けてますせって、コアユーザーから、がっぽり金いただくスタイルですわ、っていうやつなのかな。どうなんだろうね、そのとこは。安くしてほしいな。20円くらいにしてほしい。大量生産して。大量生産したから20円になるとも限らないですけど。プロコン20円で買いたいな。2円新品を。いや20円だな、2円だとちょっと悲しくなっちゃうから。あ、金ねえな俺マジで。めっちゃイヤホン買いたいけどイヤホン買えないしな全然。でお母さんお金がなくてさ、今あの借りた金返してもらってないんだよな普通に。いつか返してくれるかもしれないんだけど、まあ、逃げられるかもしれない。その前にそれされたら普通に泣いちゃうな。泣きはせんけど、もうやだな。 YouTube 楽しいんだけど悲しくなっちゃうよね。でも今回の件は、PDR さん動画にしてくれるかな。てってるてってる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 。あ、眠たくなってきた。キムタくなってきた。眠たくキムタクキムタク眠たく眠たくなってきた。えいえい。金儲けのために。働くのはいやいや、金も
けのために働くのはいいよいいよ。キモ、俺キモ。自尊心自尊心自尊尊尊尊尊心尊心。ソフトクリームまだ食いてえな。わーわー汚ねえ脇がのがちょっと片鱗が垣間見えた。だっけ適当なこと言ってますけど。あみんなお金欲しいよな。だからもうスーパーベーシックインカム月50万もみんなもらえる。やってほしいよねマジで。金儲け眠エミ眠眠眠エミ眠眠うめえだもうめえだもヘイ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 。俺タック TV も最近見なくなったな。なんかもう面白くないし、面白くないしっていうか、うるさいな猫天の動画で。さ猫天にささっさと動画上げろってキモくない？なんでお前に左右されなきゃいけないんだよって話じゃん。なんでやっぱ陰キャはキモいな。俺も陰キャだけど、俺は明るい陰キャだからな。陰キャでてか陰キャか、嫌だな陰キャの区切りに入りたくないな。なんかもう体裁だけでも陽キャになろうかな。体裁日本語すごい間違ってるかもしれないけど、なんか形だけでも陰キャにならなきゃな。あんな奴らと一緒になりたくない。もう陽キャも嫌だしな、俺陰キャだから。どうしましょうどうしましょう。じゃあ中間の、まあ、キャラ中キャラ、俺中キャでいこう。中キャ中華好きなキャラ。でも陰キャとか陽キャとか言葉考えたやつ誰だろうな。すごく気持ち悪いな。それは結構すごい人だったらね。いや糸井重里だったらギリムカつくけど、河本ひろとだったから、あもう陰キャ陽キャ大好きです、言葉大好きですなっちゃうけどね。うん絶対作ってないぐらいね河本さん。なんかそんなひどい言葉あの人作ん絶対作んないとは思うけど。いや糸井重里さんも好きだけど、もし糸井重里さんがね、もし陽キャ陰キャって言葉作ったとしたら、くさって言うけど、全然言えるけど、まあ、河本ひろとさんとか、真島正俊さんがね、ああ、あれ、陰キャ陽キャ作ったの俺だよって言ったら、ああ、もう、陽キャ陰キャ、よくもういっぱい使っていきますってなっちゃうよね。人によってまあそう、それが人間だと思うんだね。いや、すごい先読みしすぎてんじゃん。ね。あと、安易にワンピースのキャラの肩くりって言ってんの一番キモかったな。ヒカルさんとか、あの、梶原さんが、ラファエルさん肩くりみたいですねとか言ってたの、キモすぎでしょ、あんな。安易にワンピースのキャラ使うのキモすぎだよな。梶原さんもワンピースのキャラに例えてって言ってるけど。キモすぎるよな、それって。アイになんか漫画のキャラ使うのはやめようよ。俺もそうだし、俺がよくキモいなとか、サムとかさ、なんか言ってんじゃん。アニメのキャラ使うとコピペすんなよみたいな、ペーストすんなみたいに怒ってんのは、アイにアニメとか漫画とかのなんかそういう流れとかノリを使うの寒いぞってことをみんなに伝えてるわけなんだよ、あれはね。それを身をもってやってるわけですよ。うん、そういう反面教師です、僕は。だから教師です、僕は。はい。あんまり眠いっちゃ眠いんだけど、そこまでやばいくらい眠くない状態なんですよ今。まあね、寝ながら喋ってるから、その眠さをちょっと軽減されてる、半減さ。あー眠いって言葉使い始めたらめっちゃ眠くなってきた。使わなきゃよかった、最悪だ。めちゃくちゃ眠くなってきた。あツイッター開いちゃった。あ絶対ツイッター見ちゃいけないんだよ。ツイッター見たらやむからな。じゃあツイッター見んのやめよう。もうそれは無理だけど、
ツイッターとか見なくなったらマジで何も見るもんないな。何しよう、俺何しよう。寝るわ、喋って寝るわ。もう1時間10分喋ってる。久しぶりにこんな喋ったな。でもまだ喋るよ。今日はいっぱい喋れそうな気がするんですよ。うん、よーし、鼻くそ落ちるか。チャンネル登録者202人になった。すごいよ、ちょっとずつ伸びてってる。俺の時代だぞこれからは。いやー、その年号変わってから俺の時代だからな。おい、みんな聞いてるか、年号変わってから俺の時代だぞっていうのに、もっとすごいキャラが、すごいやつ出てきてほしくないな。まあ、でもすごいやつ出てくると思いますけど、俺は次の時代は俺の時代だ。シュレックってコメント来てますね。ポップコーンシュリンプじゃねえよって書いてきます。俺はポップコーンシュリンプ好きなんで、ね、シュリンプじゃねえよ。足だけ出んな、誰も見たくない足。うん、背中粉砕されそう。うんこブリ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 、あ、ツイッター開いちゃった。ブリ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 。あれ何しよっかな、何しちゃおっかな。夜道行きだ、夜道行きって。夜道行き、夜道行き、夜道、夜道節、夜道節さんってしつこく呼んでブロックされようかな。てつつてて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 てひらいてひらいてひらいて真理の扉。面白かった今の。おいおい、ダメだよダメだよ、そういうもののビデオも、そういうビデオものになっちゃうから、足隠さないと。うん、自分を何だと思ってんだ俺は。いやーね、お金欲しいね、みんな。みんなお金欲しいし、みんな働かないで好きなことしていこうぜ。で、美味しいイチゴ食べてさ、じゃあ好きなフルーツでもいいよ。で、毎日なんかさ、好きなことしてさ、生きて生きてよな。毎月50万もらって、物価10分の1で、なんか月500円くらい。年500円でこの世の全ての食べ物が食えるサービスもさ。で、なんか年額15万円でギャンブル島行けるとか。で、そのサービス入ってるともう、ギャンブルは全部できるでしょ、協定とかさ、あとカジノもできるわけでしょ、でキャバクラホスト通い放題で、あと薬やり放題ね。薬やり放題はその近くの島がある、そのギャンブル島ってね、まあ そのギャンブル島は葉巻とかパイプとか、まあね、クソみたいなタバコ、あ、シガレットのことクソみたいなタバコって言ってるんですけどね、クソみたいなヤニカスが吸うね、まあ、低俗な趣味っていうのでめちゃくちゃ叩かれようかなって思うんですけど、うん、まあその
だからといってなんだ、葉巻とかパイプタバコとかが高尚な趣味って言ってるわけじゃなくて、単純にそれが普通の趣味として成り立つもので、お前らが言ってるの低俗だよっていう、そのタバコのことめっちゃ出てるけどな。うん、葉巻吸ってるやつ外で歩き葉巻しねえだろなあ。歩きパイプあんましてるやつねえだろ。シャーロック・ホームズぐらいだろ、歩きパイプやってんの。うん、まあね、めっちゃタバコのこと嫌いじゃん俺。シガレットのことめっちゃ嫌いじゃん俺。なんか朝と夜がごっちゃになって変なテンションで喋っちゃってるからさ、これで叩かれてもねしょうがないですけど。いやー、でもタバコとかあれ一箱10円らしいな。いやもう税なしにみんな買って、みんな朽ちてってほしいな。いやもうタバコ税なくしますって言って、もうみんななんか20円くらいで買ってさ、あーバカ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 吸って早く死んでほしいな。あ、でも天地もすぐ死ぬじゃん。あ、天地もすぐ死ぬ、やばいな、みんなすぐ死ぬよ。いやー、税とかめんどくせえよな。なんか車買うとめっちゃ税くんじゃん、アホみたいに税くんじゃん、何それってくらい税くんじゃん。買ったことないんすけどマジで来るらしいっすよね。うん、所得税じゃないな、所持税じゃねえけど、軽自動車税と税税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 、お前は過呼吸かなんてね、ね、喘息かかな、うん。いやマジそういう病気持ってる人失礼だそういうの。で俺が先にね、みんなの意見言っといて、みんなの意見潰していくさよね。いや、反省してないから一番ダメなんだよ、それは。みんながもう何も言えなくてめちゃくちゃ暴れちゃってるから、逆にダメなんだよ、俺が先に言っちゃうことは。ねえ、分かってて言ってんだらすごい悪質じゃねえかよ、そんな。分かってて言ってないですよ。あ、後から分かるタイプなんで、俺は。いや、それ、病気の人に失礼じゃんって。失礼とかうるさいな、お前は病気なのかっていう。で、病気ですって言われたら、もう、うるさい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 ってなっちゃうね。どいてくれってなっちゃう、本当に。何も言えないもん、病気の人がいるところでね、ぜい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 、あんた僕にさねえ喘息ですかってなんか言っちゃってさ、で喘息の人が見て傷つくわけでしょ。いやじゃあお前ら喘息ないかって言ったら、喘息の人がいるわけじゃん。じゃあどっか行ってくれってなっちゃうじゃん。俺もう俺が一番悪いじゃん、悪い人になっちゃうから、もうどっか行ってくれだよそんなん。でそういうことがあるたびに、そういう人たちの観覧禁止するのもあるな。はい、僕の放送、喘息の人と、性同一性障害の人と、みたいな。俺が今までいじって炎上してきた人たち、全員見せないスタイルだな。あと、黒人の方と、みたいなね。そういうのもいいね。え、今日冴えてんじゃん、めちゃくちゃ。でも、絶対問題になるじゃん、俺が人気になったら、この動画。めちゃくちゃ人気になるじゃん。めちゃくちゃ言葉スラスラ出る。でも全部危ない言葉なんだけど。普通に絶対これ収益化できないし、下手したらストライキ2個くらい一気につくぞ、こんなん YouTube。 これでチャンネルバンされるかもしれない。あー、もう Twitter 見ちゃった。 Twitter 癖で見ちゃうんですよね、絶対見たら知るんですけどね、 Twitter。 あんなん絶対見ちゃいけないですからね、 Twitter なんか見たら目腐りますから。俺はもう腐りきってるんで、これがね。いや今日俺面白いけどめっちゃ目痛かった、めちゃくちゃ目痛えな。ここがいてんだ。いでででで。いでででで。ででででででで。あ。バンブー。バンブー。バンバンブー。バンバババンバンバババンブーバンバンブー。バンバンブー。バンバンブー。バンバババンブーバババンブーバンブーバンブーバンバババブーバンブーバンブーバン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 。森安バンバン。ビガロー。ビビビビビガロビビビビビビガロビガロビビビガロビガロモリアスモリアスバンバンビガロビビビビビガビガロビガロビガロビネガビガビガビガロビビガロビビビビビッツ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 ッ。グーチョキパーでグーチョキパーで何包む何包む反抗期の子
反抗期の息子、反抗期の娘、愛情で包み込む、愛情で包み込む、ね、包む前提だからパーしか使えねえんだよな。グーじゃ包み込めねえんだよ。握りつぶしちゃってんだよな。チョキだったらなんか、いやまあまあここ切ることはないですけど、こうですから、なんかあれじゃん、これ下手したらさ、こううまいこと指組み合わせたらサンシャインのみんなのトラウマステージになるじゃん。ならねえよ。すごいこんななっちゃうじゃねえか、こんななっちゃうじゃねえかよなあ。俺スーパーマリオサンシャインやったことないんで、今のサンシャイン、スーパーマリオサンシャインですからね。いやーマジでスーパーマリオサンシャインめっちゃむずそう、あれ。でもね、今マリオってリメイクどんどんされてってるんです。スーパーマリオのあれですよ、スーパーマリオの DS 3DS でやったやつは多分俺あれ3、スーパーマリオ3のリメイクだと思ってて、でスーパーマリオワールド WiiU はあれ多分ね、スーパーマリオなんだっけ、スーパーファミコンのスーパーマリオ、スーパーマリオなんだあれ、スーパーマリオか、スーパーマリオランドじゃなくて、スーパーマリオアデス、うるさ、キモ、死ね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 。こう今あの朝のテンションと夜のテンションがごっちゃになったむちゃくちゃな状態。うん、まあ朝と夜をかき混ぜれる男でした俺は。実はね、なんかあったよね、そういう歌詞、こう思ってハイローズかなんかで、あれなんだっけ、何を歌ってたんだっけ、スーパーママリ、スーパーマリオになっちゃうね、もうスーパーマラドーナばっかで、スーパーマリオアデスー、ドゥ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 、うんちくうんちくくくくく、うんちうんちちちちくく、うんちくぶりぶりぶりぶぶりぶぶり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 りぶりりぶりぶりりぶりぶりりりりぶ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 ブリーブブリブリーブリーブリリリーブリブリーブリブリーブリブリブリブーブリ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 ブーブリ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 、スーパーマリオワールドだ、スーパーマリオワールドで、でなんかニュースーパーマリオブラザーズ U、 あれはニュースーパーマリオブラザーズを元に作ってると思ってて、そろそろスーパーマリオサンシャインのリメイク来ると思うんですよ。でサンシャインのリメイク来た後にスーパーマリオギャラクシー3来ちゃうんじゃないでしょうか。はい、うん、スーパーマリオ2全然、あのね、スーパーマリオギャラクシー2むずすぎだからな、あんなアホだよ、あんなマジアホ、めっちゃむずいね、最後のチャンピオンシップ。デレデテンめっちゃかっこ最高なんだけどね。最高な歌で、わーはーデレンデデレンデデン、ドワン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 みたいな、永遠に弾かなきゃいけないんでね。俺下手なんで。ずっと聴いてるから、ね、ニュースーパーマリオブラザーズ2って何、あ、3D ですか。スッパルマリオアドスーデュ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 ーアドスー、アドメイアドカイダンドンランドンダランド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 ンリメイクっていうか、それを基盤にしたのがゲーム来るでしょ。スーパーマリオギャラクシー3出ちゃスーパーマリオ3でなんか新キャラ、ギャラクシー3で新キャラ出て、
それがあの大乱闘スマッシュブラザーズに参戦者というか、なんかエッグ男爵とかさ絶対出るじゃん、スーパーマリオ大乱闘にさ、あれ全員悪役がいる、こうやってできてるんじゃん。あと自然王ナチュラもなんかそろそろ出ないですか、あいつめっちゃムカつきますけど、普通になんかやばいこと言いそうになったね。うん、めっちゃムカつくっすよね。また言わないぞ俺は。でなんだ、もう口臭くなりすぎて一巡して口が臭くなくなり始めてきた。なんかすごいキャラクターの対抗必要だよね。どうする、村人のなんか敵みたいな、村長か、元マリ町へ行こう動物の森村長出てきちゃう。タヌキチとかそろそろ出し、タヌキチ全然出てもいいよね。タヌキチとかさ、ペリオさんとかさ、ペリオさんは違うけど、タヌキチは全然出てもよくない。あと他になんかしずえのダッシュキャラクターでケントみたいな、ケント違うな、ケントだっけ、あいつなんかスーパーホームアカデミーの。でもタヌキチは出ていいだろうって思いません、そろそろ。タヌキチ出てもいいよな。タヌキチは出てもいいよね。でもなんか町へ行こうよ動物の森でなんかいないよね、悪役みたいの、スローライフだからいないよね、いるわけないよね、スローライフなのに悪役って頭おかしいですからそれは。カッペイさんとかもね。まああとなんだ、こいつ出てねえぞっていう、ああジーノか、ジーノとかマロとかさ、ジーノね、ジーノ早く出てもいいんですけど、まあ出るでしょ今回のパックで。なんかペルソナ出てましたけど、俺ペルソナなんかねやったことないんで分かんないですけど、なんかスタンドみたいなの出るじゃないですか、あれちょっとやばくない。俺はなんかすごいにわかだから、めっちゃなんかあのなんか寒いって言い方しては悪いけどあるよねそういうの口悪いんですよ僕。あるじゃん、ちょっと寒い、やべえやついっぱいいるからな、ペルソナ好きなやつらにあんま敵に回しちゃいけないな。やめとこ、ここでやめとこ知れとこって言ったらお前の方がつまんねえよとか寒いよって言われそうなんでね、あのクソみたいな、マジクソギャグなんで本当に言っちゃダメだよね。でスタンドじゃんなんて言ったら、なんかでもスタンドじゃんって言ったらマジで怒られるやつなんだろうな。じゃあ他何参戦するよって言ったらやっぱジーノでしょ、あとなんかワドルディ、ヤリワドルディとかな、あとマホロワとかカービィシリーズからいっぱい出てくる。あとあれか、ストリートファイターで言ったらチュンリーとかガイルとか、なんか殺意に目覚めしリュウとか目覚めたやつとかゴーキとか、あとベガとか出てもいいんじゃないですか。それかもう俺はこれからなんか課金ゲームにしていくのもありだよね。もうスイッチを皮切りにしてなんかもう完全版作ってほしい。で課金すればするほどキャラクターいっぱい出るぞみたいな、なんかそういうのにしてもいいんだけど、そこはちょっと線引きが大切なんだろうね。課金ゲームにはしたくないんだよなって言って。でも任天堂 Wii U の課金額すごいですからね、あれ使おうと思ったら1万円くらい使っちゃうんですよ、あれなんか恐ろしくない、全部詰め詰めパックとかめっちゃ金取ろうとしてるんで、今回もなんか第3弾くらいまでやりそうだよね。第1弾やります、2弾やります、3弾やります、全然やりそうですよね。大乱闘スマッシュブラザーズ、うるさいうるさい、静かに静かに。ダイランとスマッシュブラザーズスペシャル。ダイランとスマッシュブラザーズスペシャル初週販売本数が122万本のゲームソフト、すごいんかな。お腹すいた、食うもんねえな、コンビニ行こうかな。でも俺めっちゃ今臭いからな、臭いやつコンビニ行っちゃいけないからな。
こっちが。ウィキペディアだよ。シリーズを見たい。4年後に出た感じなんだね。最初がで3年から7年、どんどん年数は下がってって、あ、ヘーデだ、ヘーデルハウス。売上本数120万本ってすごくないか。 Nintendo 3DS が253万本だから、 1回の週、初週だけで半分売り上げたってことでしょ。結構すごいんじゃないの。このまま行けばもっと売れるってことでしょ。結構すごいんじゃないの。まあね、面白いですから今回は。うん、スマブラ、俺も全然なんか PS4 にだけなんか手出さないです俺。二の国出たんすけどね、なんか面白いゲーム出たらやるかな。面白いゲームいっぱい出たらさすがにやるかな。でもなんか PS5 出そうなんでしょ。でもなんかソニーってすごい殿様営業らしいんでしょ。なんかクラシックミニもなんかひどいタイトルばっかなんでしょ。なんか超口悪いけど、でも任天堂はなんかすごいいいんだろうね。任天堂信者ですけど、殿様営業なんでしょ。ソニーは天下のソニーですけどみたいな感じでやってんだろうね。よく喋んな、まだ喋れんな、全然喋れるな。何しやろうかな。まあ YouTube ね、楽しいよ YouTube。 まあなんかあれ、おっさんだけど YouTuber になれますかっていう天智無さんの質問あったんですけど、うん、いや YouTuber には誰でもなれるんですよ。それが有名 YouTuber になれるかどうかは分からんと。 YouTuber は誰でもなれる、うん、いい意味でも悪い意味でも。いや、その何でもその言葉使いたいだけの人じゃん。いい意味でもね、いい意味とかないです YouTuber に。普通にね、 YouTuber には誰でもなれるんですけど、それで有名 YouTuber になるのむずすぎだろ。俺だって言えば200人だけど、よくよく考えて200人ってすごいね。202人、200人と2人、すごい。うん、離れないでほしいね。あ、俺のかさ増し何人だっけな、俺のかさ増し何人だ。かさ増しってね、かさ増しするためにねアカウント作ってるわけじゃないですよ。面白い名前思いついたらそのアカウント作って、ついでに俺のチャンネル登録もしていこうっていうの。これはマジ、これはマジね。うん、面白い名前浮かんだら、今回もね、最近面白い名前、なんか、名前診断サイトでやったら相性のいい名字とか相性のいい名前とか出るんで、それ面白いんでいっぱい名前作れちゃいそうなんで、やばいです、ちょっと。またアカウント大量生産してしまうかもしれない。10、23、23、23、24、30、俺今アカウント30個持ってますね。はい。30個とお母さんの回せで31なんで、俺の実質チャンネル登録者数171人ですね。うん。あとお母さんのチャンネル登録解除したいんだけどね。お母さんのアカウントの入り方はパスワード知らねえから。入れません。うん。そんな笑顔で言われても、そんなつまんない顔で言われても。泣いちゃうよみんな。つまんなすぎて。いや、込み上げて笑ったわけじゃないですけどね。いや、まあ、チャンネル登録者実質170人と1人。171人っていうの、いつ人。あ、なんか、すごいなぁ。すーぐツイッター開くもんな。でもツイッターしか開くもんないからいいか。で、ツイッターで何回もクソみたいなツイート見つけるたびに、今、そいつブロックしていこう。俺今、ブロックしてる人何人いるんだろうな。Only you! すごいずれてんじゃん。あ、いててんだ。あ、なんか書いてねえわ。あんまりわかんねえ。
夏いフェスタマリアンナさんすごいよね。最近全然ネタツイートしないじゃん、あの人で。めちゃくちゃなんかアイドルになる前のツイートすごい良かったね。ションベンばっか言って、ションベンションベンって言って、あれ面白かったのにな。でもネタツイートめっちゃ疲れるもんな。っていうかできないもんな、そもそもネタツイートなんて。面白いネタツイート。これを5回くらい繰り返してみんな笑ってくれないかな、これをやり続けて。あーわい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 なめよーほーれんげーきょ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 ぼーぼーなめよほーれんげーべきょなめよほーれんげーべきょなめよほーれんげーきょきめーきょんげーきょっきょうの俺のしたいことリスト、ソフトクリーム食べる。以上以上ルーム圧人間旬です。てつ、あと YouTube ランキングのニュースも俺見たくないな。ヒカルさんがなんか髪のあいつら青でしょとか言ってんのマジキモすぎだよな。芸人にアホとか言うとかも考えられないよな、すごい人たちなのに。おめえがアホとか言うなよ、キモって思っちゃうね。うん、ヒカルさんとはいえどキモすぎでしょ。うん、まあそれがヒカルさんなんでしょうけど。いやでもカジサックさんすごいチャンネル登録者伸びてんな、50万人だって、すごいね。あれ年内に100万人ってどういうことか、全然いきそうじゃん、すごいな。でもチャンネル登録者58万人いくってすごいよね。すごくないか、みんな芸能人とはいえどすごいだろ。ドゥツパンドゥツパン、シャンシャングリラスタラララララスタラララ。いやシャングリラ好きな人敵に回すような歌い方するのやめよう、その下手さ。すごいなんか嫌われちゃうよそんなことしたら。いやめちゃくちゃ俺なんかあれだね、面白いなと思ったのはワンピースのなんかあのカラーへのやつ35ポイント使う、35ポイントそのアプリ内のポイント使うと取れるやつの漫画めちゃくちゃスクショしてんじゃん。いやでもいい絵がね、いいシーンが多すぎてスクショいっぱいしちゃうんですよって言い訳。いやめちゃくちゃいいシーン多すぎてめっちゃスクショしちゃったってすがすがしく言いますよ俺は。すごいな頂上戦争、これさリアルタイムで見たらどんだけ面白いんだろうな。でもカラー版良すぎるな。ドフラミンゴめちゃくちゃ狂気やるだったけど、なんかめちゃくちゃ小物集出るとか言ってるけどさ、うるさって思わない、そういうのに関して。あんななんかすげえ攻撃いっぱい食らってさピンピンしてるドフラミンゴやばいだろ、あんなにさやってよくあそこまで生きてたやって話だし、まずそもそもキングコングガーンっていうあんなアホみたいなパンチ食らってさ、まああれ食らったらさすがにやられるもん。よくよく考えたらエレファントガン弱いみたいな風潮はあるけど、なんか骨風船って硬いわけじゃん、硬くてなんか重いんだろうね、なんか硬くて重いんだよ、なんですか知らんけど骨ごと膨らましてなんか骨の密度もなんかふーってならないでふーってなんかどんどん増えてってんじゃん、骨も増えてってんじゃん、ゴムなの膨らましてんのに骨の量もどんどん増えてってバーンってパンチしてるからめっちゃ強いのかもしれないな。エレファントガンって普通にあれ強いじゃん、あんなでけえでかくて家庭パンチ強えんだよ、それ連発してんのすげえんだ。ギアホースでやったってさ、もしね竜の状態でまあキングコングガンやったらさちょっとはねできたかもしれないけどさ、キングコングガンってあれめちゃくちゃ体力消費するわけでしょ。15分なんだろうな休憩して
なんだろうな、15分全く動かないで覇気を温存、体力を温存し続けて一発でギアホースが消費されるような技ですよ、キングコングガンって。あれやりゃいいじゃんって言ってるけど、すごい大技だしね。って考えるとルフィは負ける前提でいく技みたいになっちゃうじゃん。マジの賭けみたいな技じゃん。ドフラミンゴはフラフラだからあの技で豪快にね一発でやれたかもしれんけど、あんなんね、マジだってギアフォースが一発でなんかシュルルルルみたいなもんでしょ。そんな大技出すなよみたいな、そんな大技すぎるじゃん、キングコングは。ギアフォースでさえたださえ3分なのに、それを15分間もね、まあ、覇気とか体力を温存してチャージして一発ですよ。ギアホース3分分をこう使い切るくらい、それ以上のエネルギーを使い切るくらいのキングコングガンですよ。それはカイドならちょっとしたね、竜の状態でちょっとしたダメージも与えれたかもしれないけど、それをカイドが黙って見てるかと。ボロブレスとかやられたらさ、普通に熱ってなっちゃうじゃん。だからやっぱ早くボン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 やってんじゃない。ていうかもうね、エレファントガンは普通に強いと思うんですよね、やっぱり。でギアホースっていうのは何だろうな、でも強いんだよね普通に。短い距離でもっと長くするから、そのゴムの伸縮がすごい覇気でなんか能力を合わさったコンボ技みたいので、めちゃくちゃゴムの伸縮をさ、めちゃくちゃ硬くしてバチーンって言ってるわけだから、すごいダメージを与えられるわけじゃん。よくわかんないけど、ギアホースね。でもギアホースってまだなんかルフィまだ上の技残してんのかな、そんなことあるかな。ギアフィフスだみたいなことやってくるかな。やるだろさすがに、持ってたらさ、カイドったとかあった時に。それかギアホースをマジで常用できるくらいになったら使える技っていうのはもうあるのかもね。うん、そのせいでなんかもう1週間くらい寝込んだくらいの大技あるかもしれないけど、これやんの危ないなーって思って、だから使ってないってだけかもしれないし。うん、足ー、あ、ツイッター開いちゃった。トイザラス公式でアヤナーさん出てるの面白いな。How do you do? ご機嫌いかが、ご機嫌斜めまっすぐに。How do you do? ご機嫌斜めだよ。斜め斜め斜めだよ。斜めだよ、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 よ。ご機嫌斜めだよ、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 よ。ご機嫌斜めだよ。やー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 っていうことね。グダグダしてきたんで終わります。普通に動画時間1本でやると長すぎるから。